シリバス選手は跳馬 9.90、 それから段違いも 9.90、 ゆかも 9.95 を出しておりますが、平均台です。これはあの加藤さん、ルーマニアの選手肩倒立っていうんですか、はい、よくやりますね。はい、あのこれは審議で出てましてですね、はい、肩倒立からの1回半から2回ひねり、あの平均台はですね、はい、これまでこういう台に近い演技っていうのは少なかったんですけども、来年の採点規則集がちょっと変わりまして、台に近いこういう演技を入れるようにという、はい、あれが出てきてるんですね。そうですか、はい、後転跳びから伸身の宙返りが2回入ります。幅が10センチの台上の平均台、シリバシ選手です。もちろんソウルオリンピックは金メダルです。今回はこのシリバシ選手の強さが目立ちましたですね。はい、あの失敗が少ないですね、あの微動だにしませんからね、はい、とにかくドブレ選手とともにルーマニア勢は一番早く日本にやってまいりまして、練習も一番熱心でした。ルーマニアの、はいどうぞ。あ、すいません、練習の過程でですね、あの1日に10回ぐらい練習するそうなんですよ、通しで。日本の選手は2本ぐらい通すともう疲れてしまってダメなんですけれども、その辺が違うんじゃないですかね。そうですね、はい、最後は抱え込みの2回宙返り、ちょっと膝が割れておりましたが、キリバス選手この平均台も決めております。この得点は、9